シルバースターは、かつてウェリントン・オークランド間で運行していた、ニュージーランド国鉄の寝台列車である。1971年から営業運転を開始し、走るホテルとも称される豪華な内装やサービスを有していたが、航空機との競争に敗れ1979年に廃止された。この項目では、日立製作所と日本車両製造によって、 製造されたシルバースター用の客車についても解説する。ニュージーランドの首都であるウェリントンとオークランドの間には1924年以降ナイトリミテッドという愛称を持つ寝台列車が運行していた。しかし、第二次世界大戦後急速に発達する航空機との競争にさらされたことでビジネス利用客の獲得やイメージの刷新を図るべく、 1963年以降、ニュージーランド国鉄は豪華な内装を有する新たな寝台列車を導入する計画が進められた。また、その中で車体の塗装にかかる費用を削減するため、列車の外装にステンレス鋼を採用することも決定した。そして次に述べる通り1969年に日本の日立製作所日本車両製造へ車両の発注が行われ、 2年後の1971年から営業運転を開始した。シルバースターの運転開始に備えて導入されたのは1969年に日立製作所と日本車両製造へ発注が行われた日本製の集中電源方式客車列車である。車体はこれまでニュージーランドに導入されていた車両よりも大型で導入に備えニュージーランド国鉄では本線における 車両限界が拡大された。また、列車相性のシルバースターの名のごとく、車体には、屋根も含めて、厚さ1ト、mm、ルのステンレスコルゲート板が、貼られている。部品は、ブレーキ装置、発電機、個室内の絨毯など一部を除いてすべて日本製の、ものを採用している。台車についても当初ニュージーランド国鉄側は、オーストラリアのブラッドフォード・ケンダル製のものを、 使用するよう希望していたが、複数の台車構造案を手に現地に渡った企業側との交渉により、乗り心地の100%保証及び不備が出た場合、メーカー側で独自に改良するという条件のもと、ニュージーランドでの運用に適した日本製台車の使用が決定した。またニュージーランドは、当時の国鉄路線の規格と比べて線路状態が悪いことから、 ニュージーランド国鉄から提示された条件を満たすべく、床構造や、側窓構造の設計を実施したほか、冷房装置からの騒音についても調整を加えている。シルバースターの編成に連結される車種は以下の5種類である。電源荷物車を除き、全車とも冷暖房付き空調装置を完備している。なお、車両は、食堂車を中心として、 車両の向きを変えて連結しており、食堂車を境に、寝台車の個室と通路の位置が反転している。完成後、一部の車両は、日本国有鉄道の協力を得て、東海道本線の厚田駅がまごり駅間で、試運転を実施し、振動及び騒音が、ニュージーランド国鉄側が提示した条件を満たしている、ことが確認されている。シルバースターの導入は、 ニュージーランド国鉄を挙げての大型プロジェクトであり、最初の車両が1971年に現地に到着した時点で新聞をはじめとするマスメディアの注目の的となった。同年8月に行われた政府関係者を招いた試運転も成功裏に終わり、翌9月5日から営業運転を開始した。ウェリントンとオークランド双方を20時30分に出発し、 翌日の8時30分に到着する1日1往復のダイヤが設定され、最高速度は時速 96.5km であった。牽引機は全区間とも DA 型ディーゼル機関車の10連、もしくはデラックス型ディーゼル機関車短期だった。豪華な内装はもちろん、乗務員による接客サービス、安定した乗り心地は試運転時から高い評価を得ていたものの、 シルバースターの走行路線であるウェイリントン、オークランド間はニュージーランドナショナルエアウェイズのボーイング737によってわずか1時間で結ばれており当初想定していたビジネス利用客はすでに航空機にシェアを奪われていたそれでも運行当初は運賃の安さなどから利用客は多かったものの1970年代後半には半数の車両が使用されない状態にまで至っていた そして1979年6月10日をもってシルバースターは営業開始からわずか8年足らずで廃止された。1970年代にはシルバースター以外にもニュージーランド国内に複数の夜行列車が残存しており、ニュージーランド国鉄はこれらの列車に使用されていた旧型客車との混用のためシルバースター用の客車を座席車に改造する計画を1970年代。 後半以降を立てていた。だが、車両の断熱材にアスベストが使用されていたことが判明し、危険なアスベストを扱うことに対する、労働組合側からの抗議が起きたことから計画は、頓挫してしまい、以降シルバースター用客車は、ウェリントンの車庫内に長期間留置されることとなった。1980年代にも何度か、 再改造計画が出されているが、アスベスト除去をはじめとする費用が高額だったことを受け、すべて却下され、1987年には民間の旅客会社であるパシフィックトレールウェイズがシルバスター用客車を用いた観光列車計画を発表したが、これも実現せず、その際にオークランドの車庫へ運ばれた車両たちはさらに留置され、続けた。大改造を受けたイースタン オリエンタルエクスプレス用お客車ヨーロッパでかつての豪華列車を再現した観光列車ベニスシンプロンオリエントエクスプレスを成功させたオリエントエクスプレスホテルズは東南アジアでもシンガポールマレーシア大間を直通する国際豪華列車イースタンオリエンタルエクスプレスを運行することを決定したその車両としてシルバースター用客車の大半がタイへ輸出され うち24両がアスベスト除去、塗装変更、機関変更、内装など大規模な改造を受けて1993年9月から営業運転を開始した。2019年現在、展望車や食堂車、電源車を含めた17両編成が毎年9月から翌年4月まで定期運転についている。イースタンオリエンタルエクスプレスに改造されることなく、 残った6両については、内装や台車の撤去及びアスベスト除去などを行った上で2012年から2016年にかけてすべて売却され、個人宅などに再利用されている。ありがとうございます。